はい、さて今回はメタルマウスピース初心者へという動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回はですね、コメント欄に来た質問にお答えしたいと思います。この方はですね、メイヤーからですね、メタルのマウスピースに変えたところ音がピーピー鳴ってしまうけどどうしたらいいかという質問内容でした。音がピーピー鳴ってしまうというのはちゃんと原因がありますよということをお伝えしたいと思います。まず前提ですね、3つ条件があります。であと原因3つで、対策3つ、それぞれ対応させるようにして、進めていきたいと思います。同じような症状で、悩んでる方はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはサックスが本気で上手くなりたい人のために様々な情報を発信しています。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。はい、それでは、本題入りたいと思いますけど、まずですね、コメント欄に来た質問を読みたいと思います。この方はですね、新井真一さんという方ですね。いつもありがとうございます。いつも見させていただいています。少しアドバイスをお願いいたします。メイヤーの 5M からメタルのマウスピース、オープニング 1.85 に変えたところピーピー鳴って困っています。特に高音の奴隷がすごいです。リードはラボーズのミディアムハードからミディアムに変えました。どうしたらいいでしょうか、アドバイスお願いいたします、ということですね。まあこの方はですね、まああのメイヤーの5番、一番スタンダードな、マウスピースですね。ジャズサックスやるんだったら、まあまずこのマウスピースから入るみたいなスタンダードなものからメタルのマウスピース、オープニング1.85、ですね、まあメーカーがね本当は知りたかったんですけれども、ハイバフルとローバフルでちょっと変わるんですけれども、ハイバフルの話はですね、またちょっと別途しようかなと思っておりますけれども、まあオープニングが 1.85 ってことは、僕はネットでちょっと調べたら柳沢のですね、まあ6番ぐらいですね。柳沢の6番の場合はバフルが中の形状がね普通なので、あの特殊な形はしてないんですけど、オープニング的にはですね、メイヤーからまあ柳沢の6番変える、そんなにめちゃめちゃ変えたわけではないので、そこがね原因ではないかなと思ってます。もしかしたらそのマウスピースのブランドによったら、まあ、質がね、当たり外れがすごい激しいとかですね、ハイバフルのせいで、そのリードがピーピーになってしまうというのもあるかもしれないんですけれども、まあ、ここではですね、まあ、ちょっともっと大きな、枠組みで、見ていきたいと思います。あとですね、まあ、高い動齢がすごいというのは、まあまあ、今回の条件当てはまるかなと思います。で、あと、リードがラボーズのミディアムハードからミディアムに変えたというのは、まあ、これ柔らかくしたので、まあ、メイヤーの5番から、メタルのマウスピースのオープニング 1.85 に変えたらちょっと広くなると思うので、これは別にいいんじゃないですかね。まあミディアムハードで吹けるならそれでもいいですし、まあこの辺はまあなんか、どちらでもいいとこかなと思います。それではですね、一つ目の前提から、お伝えしていきたいと思います。前提はですね、3つあります。まずですね、 A、B、C とまあ分けたいと思いますけれども、A がですね、ピーピーなるのは口がしっかり閉まって以来からかもということです。で、あと B はリードが十分湿っていないとピーピーなりやすい、そして C がですね、メタルマウスピースはリードを選びますということですね。でそれぞれ見ていきますけれども、まず A ですね、A のピーピーなるのは口が閉まっていないからかもということですけれども、メタルにですね、このラバーのマウスピースからメタルに変えると K がですね、マウスピースの K がすごく細くなるんですね。マウスピースの K が細くなると意外にですね、口が閉まりきらない場合が多いです。これは最初特にそうなんですけれども、どうしても人間っていうのはですね、癖とか習慣とかありまして、長いことやってるものをですね、自動的にやっちゃうっていうのがありますよね。ラバーのマウスピースっていうのはまあ太いですよね。太いんですけれども、メタルに変えるとですね、かなり細くなってしまうと。で、細くなるとですね、口が閉まりきらないね、意識してても口が閉まりきらない、何か曲を吹いてる時にだんだん緩んでくるとかね、まあそういうことがね、よくあるんですね。だからここはですね、そういったですね、アンブシャが閉まってないという前提を、確認していただきたいと思います。で、二つ目ですけれども、 B のですね、リードが十分湿っていないと PP になりやすい。これはですね、リードっていうのはよく湿らした方が音がね、PP 言わないんですよね。で、多分そのリードの反応の あれやと思うんですけどね。で、実際にですね、まあリードっていうのは理想的なのはコップに水を溜めてリードジャボってつける状態とか、あとはリードは一回湿らせたらずっと湿らしっぱなしにするとかですね。まあそれぐらいやるのが理想なんです。ただ、現実問題としてですね、練習環境によってそんなコップに水溜められる人は少ないですし、あとはリードを湿らしっぱなしにして常にですね、カビが生えないようにね、管理するというのも、まあ非現実的です。ということからですね、リードがね、あまり湿らさなくて、もしくは全くリードを舐めずに拭いちゃう人というのがいます。
まあ、そこはですね、もう人の好みだったりするんですけれども、まあ、超一流のプレイヤーでもリード舐めずに吹く人は実際いるんですね。例えば、ジョン・ゾーンという、フリージャズのね、タイカーがいるんですけども、その人はですね、僕もライブ何回も見に行ったことあるんですけど、リード一切舐めずにパッてつけて吹くということをね、頻繁にやってました。ただその人はまあまあ例外ですね。まあ、その人なりの何かそういう意図があるんだと思いますけれども、通常はですね、やっぱり湿らせた方が音圧倒的になりやすいです。ピーピーなりにくいです。ということを、把握しておいてください。そして、C のですね、メタルマウスピースはリードを選ぶ。これはですね、メタルの方がラバーよりもピーピーなりやすくなります。まあそれは多分いろいろ原因があるんだと思うんですけれども、まあ、ここは僕の推測なんですけれども、まあ、金属という材質が原因かもしれないですね。で、あとですね、どうしても高い倍音がたくさんですね、出るマウスピースがメタルの場合は増えますので、そういうところで、まあ、高い倍音が出るということ、音が外れやすくなるとも言えますので、ピーピーなりやすいという前提も把握しておきましょう。はい、それではですね、次の原因にね、移りたいと思います。で、さっきのですね、ABC にそれぞれ対応した原因を探っていきたいと思います。で、まずですね、A の位置としましたけれども、メタルに変えることによりマウスピースの径が細くなるので、口がしっかり締まりきらず、ピーピーになるのかも、ということですね。あと B の位置がですね、冬は気候の影響もあるが、特に暖房の影響で変にリードが乾燥しているので、それによりピーピーになりやすいのかも、ということですね。あとですね、C の位置がですね、マウスピースにリードが合っていないのかもしれない、ということですね。じゃあ、それぞれ見ていきたいと思いますけれども、A の位置はですね、メタルに変えることによりというのは、まあ、さっき言った通りですね、口が締まりきらないあの長年の癖で口がちょっと緩んだ状態になっちゃうと、メタルのマウスピースにぴったり合ってないということでですね、それがまあ原因の可能性が高いかなと思います。で、あと B の位置ですけども、冬は気候の影響もあるが、特に暖房の影響で変にリードを乾燥しているので、それによりピーピーなりやすいのかも、ということですね。いくらしっかり舐めててもですね、冬っていうのは乾燥してますよね。だから湿りきってないと。で、プラスですね、これが侮れないんですけど、暖房器具ですね、エアコンですね、特にね、エアコンってすごい乾燥しますよね。エアコン入れてる部屋って加湿器置く人も多いと思いますけれども、それでリードがね、変にこう乾燥する場合があるんですよ。で、僕もあのリードをしっかり舐めてつけて拭いてたらですね、リードがだんだんちょっとね、こう、例えばレッスンとかで、まあレッスンって吹きっぱなしじゃないじゃないですか。指導する側は喋ったりとかね、結構生徒さんの音聞いたりするので、その間に変にリードが乾いてくる時があるんですね。で、それで舐め直す時とかもね、結構あるぐらいです。だからこれはちょっと気をつけるべきところかなと思います。で、あと C の位置の、マウスピースにリードが合っていないのかもしれないというのは、これさっきのですね、マウスピースはリードを選びますよというところですよね。リードを選ぶということはシビアになるわけですから、ここも何らか対策が必要になってくるのかなと思います。で、まあ、そんな感じで原因見てきましたけれども、それでは次のですね、対策の方に移りたいと思います。これもそれぞれ ABC に対応させております。まず A の2としましたけれども、ロングトーンなど基礎練をたくさんやって口をしっかり締められるアンブシュアの安定化を図ると。で、次 B の2としましたけれども、リードをよく舐めてからマウスピースに取り付ける、暖房器具、エアコンの近くにリードをさらさない。そして C の2ですけれども、リードをよく選んで候補を複数決めた上で試し吹きしましょうという、この3点ですね、の対策をやればいいかなと思います。A の2ですね、アンブシュアの対策ですけれども、アンブシュアの対策という、口がしっかり締められるようになる対策はですね、一番いいのはロングトーンですね。ロングトーンとか、まあ、タンギング練習とか、まあ、音階練習とかね、そういった、まあ、フィンガートレーニングとかもそうですけど、まあ、この質問者の方は高い動齢が外れやすいと言ってますけれども、高音になればなるほど、アンブシュアがですね、しっかりこう、口が締められてるかどうかがシビアに反映されますので、外れやすい音のロングトーンをやるといいんじゃないですかね。だから銅を7拍伸ばす練習するとか、レイを7拍伸ばす練習するとかですね。で、あとはその辺の音域を踏まえた音階練習をやるとかですね、すごい基礎的なことをたくさんやることをおすすめします。じゃないとですね、まあ、曲でいきなり吹いても、いくら吹いててもいくらたくさん練習してもですね、まあ、なかなか良くならないんじゃないかと。それをやるんだったら、まあ、曲練習っていうのは応用練習ですから、ちゃんと、ベーシックの練習に立ち返って、ロングトーンとかたくさんやると、一気に改善する場合が多いです。それで、じゃあ次のですね、B の2ですけれども、リードをよく舐めてからマウスピースに取り付ける。これは先ほどまでもね、言ったことですよね。乾燥対策になりますね。で、あと、暖房器具、エアコンの近くにリードをさらさない。これも乾燥対策です。暖房の風がですね、
この楽器のこのマウスピース周辺に当たるとリードはもうカラカラにね一気に乾いちゃいます。でリードがもう波打ってですね使い物にならないというのが、実はよくあります。もう僕もですねつい最近も経験しましたけれども、まあそれでねリードダメになっちゃうとかよくあるとですね、せっかく選んだリードがですね台無しになりますからすごくもったいないので、この辺はですね避けるように楽器を置く場所とかですね暖房の強弱も含めてですねまあちょっと気をつけた方がいいと思います。それで、C の、リードをよく選んで候補を複数決めた上で試し吹きするっていうことですけれども、これはですねリードがですね特にメタルマウスピースの場合どのリードが合うかっていうのはトライアンドエラーを繰り返すしかないです。経験値を積んでですね選ぶ目をですね養っていくしかないかなと思います。だから1枚のリードに頼らずにですね常に複数ですねリードを試していってそのデータを取ってですね目を養うように、してみてください。ここはね一喜一憂するとすごく疲れるので実験と思ってねやりましょう。だからマウスピースとリードがですねまあどういう風な相性なのかっていうのを実験するというつもりでいろいろ試していくといいと思います。ということでですね前提の原因と対策見てきました。ポイントはですね基礎練でしっかり固めていきましょうということになります。であとプラスですねハイバッフルのマウスピースの場合は思いっきり吹いちゃうとそれでピーってね音が外れる場合があるので、小さい音でね丁寧に音出しをしていく必要があります。まあこれもですね意外と皆さんやらないんですけれどもハイバッフルのマウスピースほど小さい音の練習が必要になります。これしっかり覚えておいてください。はい、それでですね、こういった感じでコメント欄の方には何でも質問していただけたら今年もですねどんどん答えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではこの動画が良かった方はグッドボタンとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。